昔々、ここからはるか遠くの妖精の国に3人の妖精が住んでいました。彼らは美しい心を持った妖精になるためにある世界へ旅に出るのです。人間の世界へ。やるべきことがいっぱいだぞ。行こう。ワクワクするよ。ついに人間の世界を見に行けるんだね。私は全ての人を幸せにしたいわ。人間を助け、幸せにできれば、美しい心を持った妖精になれるんだ。ある古びた家に老夫婦が住んでいました。おじいさんは仕事場で古い靴を直してあげたり、靴を作りそれを売って暮らしていました。そのお金で新しい靴を作るための革を買います。ある日、いつものように革を買って家に帰りますが、買えたのはたった一足分の革でした。おじいさんは仕事場のテーブルに新しい革を置きます。そして仕事場のドアを閉め、その日は眠ることにしました。次の日の朝、おじいさんは目覚めると、ベッドの上でうーんと伸びをして新しく作る靴のことを考えます。いつものようにおばあさんが作ってくれた朝ごはんを食べ終えると言います。いや、ありがとうよ。今から仕事に取り掛かるとしよう。今日は素晴らしい靴を仕上げるんじゃよ。昨日の夜作ったじゃないの。もう一足作るための革はあるの？おじいさんは驚きます。昨日の夜は靴を作らずに眠ってしまったからです。すぐさま仕事場へと確認に行きます。おばあさんもおじいさんに続きます。ドアを開けると、なんてことでしょう。昨日の夜テーブルに置いた革が一足の素晴らしい靴に変わっていたのです。たった一晩で何が起きたのか全く見当もつきません。一体いつ作ったのかの。覚えてないわい。年を取ったものじゃん。その靴は素晴らしかったので、早速窓際に飾ることにします。すると店の前を通りかかったお金持ちのお客さんがその靴に目を留め、店に入ってきました。こんにちは。前に飾っている靴を買いたいのですが、いくらでも構いません。あれほど素晴らしい靴は見たことがありませんよ。おじいさんは大喜びでその靴を売りますが、靴の価値以上のお金を受け取ろうとはしませんでした。そしてそのお金を持って今度は2足分の革を買いに行きます。家へと帰り、同じようにテーブルの上に革を置き、振り返ってテーブルの上を一別すると、仕事場を出てベッドに入ります。次の日の朝、目を覚ますとすぐ仕事場へと向かいます。するとテーブルの上にはこれまた素晴らしい2足の靴が置いてありました。おじいさんは喜んでその靴を窓際に飾ります。するとその日のうちにどちらの靴もとてもいい値段で売ることができました。そうしてまた革を買いに行きます。一体誰が靴を作っているのだろうと考えますが、見当もつきません。今日も革をテーブルに置いて部屋を出ます。次の日の朝、たくさんの靴が出来上がっていました。そしてそれもまたその日のうちに全て売れてしまいます。そうして貧しかった老夫婦は靴を売ったお金で生活ができるようになります。靴が売れればそのお金で革を仕入れます。おじいさんは誰が靴を作ってくれているのかが気になって仕方がありません。そしてある夜のこと、おじいさんは仕事場のクローゼットに隠れて様子を伺うことにしました。今夜こそ誰が靴を作っているのか見届けるとしよう。やがて真夜中になり、仕事場の窓から妖精たちがやってきます。妖精は窓際に置かれた植木鉢につまずいてしまいます。
その音を聞いたおじいさんはクローゼットから外を伺います。彼らを起こさないように気をつけてくれよ。扉の隙間から仕事場を見ると、そこには信じられない光景が広がっていました。目をこすり、もう一度よく見ます。なんと3人の妖精たちがテーブルの上で踊りながら靴を作っていたのです。一人は皮を切り、一人は靴を縫い上げ、一人は靴底を貼り付けています。そして最後に靴紐を締め、靴を磨き上げて完成です。瞬く間に靴を仕上げると、テーブルの上にはたくさんの新しい靴が並んでいました。とっても美しいわ。さあ、彼らが起きる前に帰ろう。妖精たちは喜びのダンスを踊りながら帰っていきます。おじいさんはクローゼットから出ると、おばあさんのところへ駆け戻り、驚きの出来事を話して聞かせます。もちろんおばあさんは信じられませんでした。しかし仕事場に行き、おじいさんが一晩では到底作れないほどのたくさんの靴を見つけます。そうして二人は妖精たちにそのお礼をすべきだと考えます。次の日、二人は妖精たちのために食事を用意しました。真夜中になり、妖精が仕事場にやってくると、テーブルの上の美味しそうな食事を見つけます。僕たちのためだと思うかい、この食べ物。もちろんそうよ。こんな時間に食事なんておかしいじゃない。どうやらこの家ですべきことはもうないようだね。必要としている人のところへ行こう。朝になり仕事場に行ってみると、二人が用意した食事の代わりに新しい靴がテーブルに乗っていました。それ以来妖精たちがやってくることはありませんでしたが、二人は生活するために十分なお金を手に入れていました。長い間靴職人として働き続けたおじいさんでしたが、素晴らしい靴を待っているお客さんのためにその後も仕事を辞めようとはしません。二人はいつまでも妖精への感謝の気持ちを忘れることはありませんでした。